腕には3つしか動くとこがないです。手首、肘、肩、そのうち手首と肘の角度を決めてしまうと、動かないようにするとあと残る動くところは肩しかないです。百秋武道具店の動画。こんにちは、切り返し仙人です。上が肩を使った素振り、下が肩を使ってない素振りです。一体何が違うのでしょうか。わからん。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。もう今日は肩を大きく使う打ちについてお話しします。この時期なんでね、素振りやってる人も多いと思うし、僕のチャンネルでもね一緒に素振りやってもらってるんだけど、肩を大きく使って振りができるようになるにはどうしたらいいんだろうね。こういうこと言われたことないですか。先生からもっと肩を大きく使って素振りをしなさい、違う、もっとこう、いや先生何言ってんだろうな、僕は言われた通り大きく素振りしてるのにな、そもそもなんで肩を大きく使わないといけないんだろう。大丈夫です、今日のこの動画を見るだけでなんで肩を大きく使わないといけないのか、そして肩を使う素振りを小学生にも分かるようにできるだけ分かりやすくお話しします。ぜひ聞いてください。肩を大きく使えるようになることで、いつも稽古の時に先生から注意されてることだったり、自分でうまくいかないなって思ってることの結構大部分ができるようになります、治ります。例えばこういうことないですか。素振りをやってて竹刀がブレる、まっすぐ振れないとか、打ちが軽いとか、一本になかなかならないとか、打った後に万歳してしまうとか、腕の力だけで振るなって怒られたりするとか、右肩がこうやって上がったりするとか、腕がめちゃくちゃ疲れてるとか、例えばもっと上のレベルの人だったら出花面を狙った時に上から乗る感覚が分かりにくいとか、これはみんな肩を大きく使うってことと関係してるんです。こういう細かい悩みをね、一個一個全部直していこうっていうのはなかなか大変なんですよ。なぜなら全部つながってるから。肩を大きく使う振りが分かるようになればみんないっぺんに治ります。その方が近道です。なるほど、肩を大きく使う理由は分かった、ちょっとやりたくなってきた、でもやり方を教えてください。はい、大丈夫です。肩を大きく使ううちっていうのは素振りで練習します。でもね、今の素振りを何百本続けてもそれは同じなんです。あるポイントに気をつけて今の素振りを変えていかないといけないんです。じゃあ早速やり方いきましょう。肩を大きく使った素振りどうやってやるかを30秒で説明すると、正しい構えからいくよ。手首の角度と肘の角度、この2つの角度を変えないように上げて下ろす、これだけなんですよ。その理由を聞いてほしいんだけど、手っていうのは曲がるところが3箇所しかないんです。手首、肘、肩、いいですか。手首、肘、肩、この3つのうちの最初の2つ、手首と肘、この角度を決めてしまったらあと使えるところ1箇所しかないんです。肩しかないの。だからこの2つの角度を変えなければ勝手に肩が使えるようになるんです。これ以上シンプルで強力な説明はないです。切り替え仙人の例で言うと、切り替え仙人の腕の中には動くところが3つしかないです。1つ目が手首、2つ目が肘、3つ目が肩、 1,2,3 しかないんです。だからこの1番目と2番目、手首と肘を動かさなければ、角度を変えなければ、あとは肩しか動くところがないです。ほら、わかりますか。ほらね、これが肩を使って素振りをするっていうイメージです。肩が使えてないイメージっていうのは、ここが動かなくて手首と肘、ここだけを動かして素振りをしている、こういうイメージですね。こういうイメージ、わかりますか。例えば今、まさに今これ動画見ながら手で手刀を作ってください。そして手の形、肘の形、ここの角度変えない、この2つ変えない、そのまま腕を振り上げて振り下ろすと、肩使えてるでしょ。切り返し仙人みたいになったでしょ。肩甲骨が動くのを確認できると思います。もちろんレベルが上がっていけばね、もっともっと細かい話はあるんだけど、最初はこの手首と肘の角度を変えない、そうすれば肩が使えるようになります、こういう話です。あれ、こんな簡単なの、これならできそうだよね、絶対できるはずなんですよ。だけどほとんどの人が竹刀を持った瞬間形が崩れてしまうんです。それは重たい竹刀を振ろう振ろうとして手首の角度、肘の角度を変えないっていうのを忘れてしまうからなんです。
ここからは実際の素振りの時によくある間違いと手首と肘の角度、この関係について見ていきます。最初によくある間違いは、先生に言われることも多いと思うんだけど、振りかぶった時に左手の小指、薬指、中指が緩んじゃうこと。言われたことない？緩んで剣先が落ちちゃう、言われるでしょ。これは何？ほら、構えた時の手首の角度が変わってるじゃない、変わってるじゃない。これ変えないように振り上げれば落ちないんですよ。ここ緩まないの、ここの角度を変えない。はい、これが1個。次によくある間違いは、右手で竹刀を引っ張り上げてしまいます。これはほら、今度は肘を見てください。右手で引っ張り上げてる人は右手の肘がこうやって曲がってしまいます。これも角度が変わってるよね。この角度を変えないように、まっすぐ上げてまっすぐ下ろせば右手で引っ張り上げることはなくなります。これが2つ目。3つ目のよくある間違いは、振りかぶった時に左手がこうやって前に出てしまう人です。これもよく見て、ほら、左手の手首の角度変わっちゃってるでしょ。最初こうだったもんだって、これがこうなっちゃってるじゃん。ここの角度変わった。しかもそれと一緒に右手も引っ張り上げるもんだから、右手の肘の角度も変わりました。ほらね、これが3つ目。これも手首と肘の角度を変えなければ、まっすぐ上がってまっすぐ下ろして肩を使えるようになるんです。みんなつながったね。難しそうですか？大丈夫でしょう。腕には3つしか動くとこがないです。手首、肘、肩。そのうち手首と肘の角度を決めてしまうと、動かないようにすると、あと残る動くところは肩しかないです。これが大きく肩を使うやり方です。肩の使い方について自分なりにもっと詳しく調べたい人は、どっちも体育とスポーツ出版社さんから出てる浜崎充先生の剣道修練の着眼点っていう本、これは結構基本的なことを書いてます。でもう一つですね、岩立先生の剣道は乗って勝つ、これには結構肩の使い方、中段者高段者向けに細かく書かれてます。よかったらぜひ読んでみてください。僕もこれで細かいところ勉強しました。僕の動画ではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。